今日は味噌ラーメン、ラーメン屋さん作って、お手軽なやつなんですけど、これ使った味噌ラーメンするんですけど、納豆使って納豆味噌ラーメン、最近納豆にハマってるんで、納豆味噌ラーメンっていうのを作ってみようかなと思います。これでいってみます。できました。納豆味噌ラーメンですね。ひき肉と納豆炒めてそれ乗っけてるんですよね。で、マルちゃんじゃなくて、なんだっけ、日清ラーメン屋さんか。の味噌ラーメン使ってみた感じです。じゃあこれをいってみます。じゃあ今日勤務に行きます。あーうまい。じゃあこの納豆味噌ラーメン、まずスープいきますよ。美味しい。豆板醤入れてるんで、ちょっとピリ辛ですかね。美味しい。じゃあ、納豆のひき肉いきます。美味しい。納豆の風味が。いいですね。麺いきます。あ、この西のラーメン屋さんは、手軽だし、間違いないんですよね。全然こう外しがない感じですね。誰がやってもうまくいきますよ、これは。だんだんこう納豆のひき肉をスープに浸しながらやると。味噌と納豆がめちゃくちゃ合いますよ。野菜も結構入れてるんで。なんか味噌汁っぽい感じですかね。味噌汁、納豆汁っぽいのか。じゃあ最後にいきます。おいしい、最高です。今日は天気いいっすね。若干寒いですけど、歯医者行ってきて、今年初の歯医者なんですけどね。明日ぐらいからまた暖かくなってきて、木、金、土ですか、暖かいな。土曜日なんてね、4月並みになるなんて話ですけど、そこからまた寒くなるってね、話なんですよね。金曜日ね、たけるくんの100万回言えばよかったが始まります。秒読みですね。明日、木曜、明後日ですよ。いやーもう、楽しみですけどね。番宣も結構ね、出たりとかしてるし、まあ当日なんかかなり出そうな感じがしますけどね。だんだんこう出揃ってきてて、この冬ドラマですか。TBS 系でもそうですけど、まあ、他のところでもそうなんですけど、日曜劇場のね、TBS のは、ゲットレディは、もうすでに始まってるんですよね。まあ見ましたけど、僕も。あの、火曜10時の胸キュン系、こいつず枠のところですか。来週からなんですよね。もうちょっと力入れてますけどね、あの、キムタクの、さんまたものこの夢を叶えるな、なんかそういうのあるじゃないですか、毎回毎回。それのスペシャルで、キムタクの、に憧れて美容師になったっていう、人の夢を叶えるのをやったんですよ。結構感動的なだったんですけど、北川エリクソンも出てたんですよね。その再現の中、再現するっていうような、すごい豪華なね、金のかかった夢なんですけど、夢を叶えるやつだったんですけど、まあ、キムタクは相変わらずかっこいいですよ。スターの中でも、要するに、キムタクで人生変えられたっていう美容師さんが、それで北川エリクソンが、その番組のゲストでね、永瀬廉くんが出てたんで、番宣ですよね。それも番宣使ってる中に、北川恵理子さんも組み込んでるってことは、もう完全に力入れて今回は挽回しようかなっていうところを狙ってると思うんですけど、で、まあだんだん出揃ってきてる中で、佐藤健くんと井上真央さん、松健さんの、こう一番期待が持てるドラマですよね。どうなんですかねとちょっと思ってんのが、そのタイミングで、主があるのかななんてちょっと思ってるんですよね。いかんせん3年ぶりの連ドラなんで、こいつの頃って僕は主が見てなかったんですよ。入ってなかったんで、登録してなかったんで。でもなんかこう、後追いでこう見ていくと、こいつのあたりね、主がを頻繁にやってた感じが見えたんですよ。まあ、前見たんでちょっとうろ覚えですけど、なんか頻繁にやってたイメージがあるわけですよ。なんかそうなってくれたら面白いかなと思ってて。たけるくんも力、連ドラ、3年ぶりとの力入れてる気はするので、臨時でね、シューマーやったりするんじゃないのかなっていう風にね、
今からやるよっていうような、もしは終わった後にチラッとやるとか、いつもはね、最近はここずっと月末にやってるんで、今月もしかしたらその初回と月末にやるとか、なんかそういう風な感じになるかなとか、まあちょっとかいろんなことを、いろんなね、想像をしてるんですけどね。まあ何かしら LINE とかはあるでしょうね、と思うんですよね。見てるとかっていう LINE はあるだろうし、まあ週がもうあり得るのかなーなんて思ってるんですよね。ただ、まあ一つ懸念するのは、その前にモネちゃんがフットワード10出るんですよね、その日ね。金曜日に。竹モネが揃い踏みの日なんですけど、フットワード10が始まるのに被ってあえて、シュガーやるのかなっていうところも見物なんで、どうなのかなっていう感じですかね。3年ぶりの佐藤拓の連ドラ。もちろん、ネットフリックスでやったファーストラブも特別なものではあるんですけど、やっぱり地上波ってのはね、広く一般に見られるものなので、また違うじゃないですか。地上波で見れる佐藤健くんっていうのはなかなかこう貴重な部分があるんで、ワンクールはね。で、佐藤健くんこの前シュガーでは、まあそれ終わったらまたしばらく仕込みに入るからって、頻繁に出るのはワンクールだけだよねって言ってたんで、せっかくなんでね、皆さんのね、感想とか意見とかね、3年ぶりのワンクールしかもしばらくないってことなので、感想なんかの LINE なんかをちょい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 また皆さんからもらったら嬉しいなと。まあ、多分全10話なんでしょうけど、まあ僕が前、ファーストラップでやったみたいに、毎回毎回多分感想は入れると思うので、皆さんからも LINE でいただけたら、それは僕またこの YouTube で紹介していくので、ぜひ、その意見に対しては僕も、もしかしたらなんか、同意するんであれば同意する部分と、共感する部分とかあったら共感する部分と、あれちょっとそこは見方は僕と違うなって言ったらその見方が違う部分とか、またそういうのやったら楽しいかなと思ってるので、ぜひまたこの楽しさをね、共有していけるワンクールにできたら嬉しいなと思ったりしておりますんで、ぜひぜひご協力のほどよろしくお願いします。